他人くんさ、今日さ、唐揚げカレー食ったんだけどさ、いまいち美味しくなかったんだけど、なんとかしてくれないかな、君。すき家の店員なんだから責任取りなよ。いや、すき家の店員でも取れないな、さすがに。何？揚げたての食ったの？いや、唐唐揚揚げじげゃんがの？でかすぎてさ、なんかさ、ルーを全部吸うんだよね。で、しかも、サラダがさ、ごまか和風かって聞かれて、ごま頼んだらさ、なんか脂っこいんだよね。で、温野菜とかいうの頼んだらさ、ごま油浸してあるから、なんか取り合わせ悪いし、で、豚汁はやたら具がいっぱい入ってるし、なんなのあれ。ちょっと待って、温野菜好き屋にあったっけ？あ、違った。温野菜のメニュー？あ、そうなの？いや、なんかさ、吉野家って書いてある黒い店入ったらさ、吉野家の店に言う、そんなの。好き屋あ、に言うんじゃないよ。そう。いや、そんな感じでさ、まあ、今日吉野家でカレー食いながらさ、スパイシー唐揚げカレーとかやつ？で、さぞスパイシーなんでしょうねって思って食ってたら、スパイシーさ、どこにあんのこれとか思ってさ。で、唐揚唐揚げのげカがレーやたを。らでかいんだよ。わかる？で、ちょっとさ、味があんまりしない唐揚げでさ、ああ、なるほど。何が言いたいかわかる？普通、唐揚げ屋さんの唐揚げってさ、何かしら生姜とかニンニクとかでちょっとつけてあったりするじゃん。醤油でだれとまあ、か。使われてるな、確かに。吉野家さ、なんか、唐揚げを売りにしてる割にそのまま揚げてません？みたいな、これ。ああ、わかる？衣衣じゃつね？け売りにしてるて、のは。衣でも、衣もそんな美味しいかなとか言って。これだったらさ、安くてさ、110円で2個ついてくるすき家の唐揚げの方がよくねとか思ってさ。ほんとなだんとろうかね、してく多分。ださいよ。ほんとすき家さんやっぱさ。それは、女子じゃないし、いいそん加な減にしの。ろよ、すき家。てまあ、め本当に。え。ねえ。ということで、まあ、すき家のね、店員さんにちょっとおすすめのメニューっていうのを語ってもらおうと思います。すき家の店員さん的におすすめのメニューってことで。いやわかでりまもす？ね、つまり、すきカ家ルのビ丼店員さんは、とって、これがおすすめですよっていう、はい、カルビ丼？カルビ丼、あれはいいね。楽なの？楽、マジ楽。カルビ丼ですね、わかりました。まず書いておきますね。カルビご丼まね。振って、タレ置くだけでいいから。あれ、意外とね、美味しいんですよね。そう、めっちゃいいんですよ、あれ。カルビ丼はいいよ。じゃあ、この焼き鳥丼どう？焼き鳥丼？ああ、これも楽よ。ごま振るだけでいいかじゃあ、焼き鳥ら。と ごま振るだけ さっきからごま振るだけばっかじゃない？ てか、丼系？そぼろ丼とかも、ごま振るだけでいいやつはね、ほんと楽だね。じゃあ、牛丼はどうな牛丼、あれ単品はね、ちょっと滑るんだよね。その保温の上を。ん？じゃあ、そぼろ丼の方がいいと。で、チーズ牛丼とかあるじゃん。あれ、タバスコ、また滑るわけよ。だからね、どうしてもちょっと邪魔になっちゃうなっていう。なんかマグロかなんかのやつはどうなん？たたき丼？ああ、あれも楽でいいよね、本当あに。れなんていうわの？さび入れる。たたき丼たか、たき。へえ、あれ楽なんだ。れ楽だね。ということは、この丼単品で、このカルビ焼き鳥そぼろたたきが来たら、あ、楽でいいとかになるわけ。そうそう、この赤い容器があるじゃん。この時は大体楽。へえ、しかも米ちょっと少ないよね、これ。あ、じゃそこっあ、ていうか、じだゃあ、から。女性の方もさ、これ、ダイエット中とかにいいんじゃないですか？じゃないですかね、焼き鳥だったらカロリー少ないでしょ、カルビとかより。カルビだってたかが知れてると思うんだけどね。そぼろたたきに至ってはヘルシーの極みだよまあね。ね。じゃあ、俺がこの大好きな鮭定食とかどう？誰？鮭定定食は食誰？に唐揚げ頼んで豚汁に変えておしんこつけたりするの。こいのや、で季節も、とか。お季節盆2種類のあるんなんだけて。どさ、大きいお盆でも入りきらなきゃいけない、そういうのって。あるよ。でもさ、そあれっるでてしさ、ょ。圧倒的に吉野家の方が入りきらないんだけど、本当いい加減にしてよ、吉野家。いや、あ、じゃあ、すき家行だ。きたい振るんじゃない。なんか、お盆に入ってくるやつ、だるい。やっぱり。じゃあさ、他のメニューで楽っていうのはある？これとはちょっと違ったタイプの。違ったタイプか。あ、わかった。当てましああ。ょう、当てましょう。釜揚げうどん。待って、ないぞ、ないぞ、そんなもの。そんなものはない。釜揚げそう？ぞ、あのところは。
え、いや、近所のうどん屋さんにあったよ。それは丸亀製麺ですね。丸亀製麺のさ、かき揚げってあれカロリーがやばいらしいね。めっちゃしっとりしてない？油で。あれやばいらしいね。ねえ。うん。なんか聞いた話だと、普通にご飯の上乗せて食うと1000カロリーいくらしいね。やば。あれだけでなんか800とかなんかあるとか聞いたけど。カロリーの暴力じゃん、もう。いや、よく考えて、あのカロリーじゃなくて油表面積すごいじゃん。ああ、確かにな。すごい家勢いもで取る吸ってしるとさ。思う。他にじゃあ、なんか楽っていうのある？ああ、比較的って話でするんだったら、定食はあれだね、卵が楽だね。比卵？較的、定食の中で楽だったら、卵定食、卵セットかになってくる。それってどん理由なは、感じなの？だから、牛丼と卵と味噌汁。あれ俺いつも思うのよ。ちょっとすき家の店員さん聞いてください、俺の苦情。あ、だい。割ってからだぜ。ん？いやだかいらや、俺客なんだからさ、手をさ、白身で汚したくねえんだから、おめえが悪いよっていやでもそしたら他の客がさ、う。店員がわかんないと食えるかみたいなさ、潔癖症の人おるかもしれんじゃん。それ言ったら店員がよそった飯なんか食えるかってならん？まあ確かにな、極論そうだよな。あなんでそこ気にすんのって思うんだけど俺。れだね、提供スピードじゃない？いやなんか1分以そ内にの出すみたいなことある、書いてあるわけよ。潔癖さが理解できないんだよね。まあそこは語っても今回しょうがないので割愛しますと。カットカット。はい。で、です他な。におすすめは例えばデザート系とか、あとおかず系とか。あ、わかった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 。あれだ。あのね、あれめっちゃ楽そうだった。早かった、来るの。長何？浜ラーメン。なかなか入らないんじゃないかよ。いや、俺んちの 近出所てるで、な。あった。早かった。知ってる。そうだな。で、でも好き替えじゃない玉もな。した。替え玉も美味しよかったな。そう、い。よいかったつよはかった。高菜買って帰るよ。わかった、わかった、わかった。なんだ。高菜だろ。だから。ん？あ、でも高菜は言うて早いな。あ、高菜早いだろ。だから、おかたずぶん、系だでか楽なのって多分、高菜、キムチ、サラダ、このあたりじゃね？で、ネギなんとかってあるじゃん。赤くなってるネギ。ネギキムチ？あれめんどくさいんじゃないの？ああ、そこら辺はね、サラダとおしんこ以外は大体バクが出してくれるから、こっちとしては楽なんだよあ、ね。そうなん出すだ。だけだから。へえ、サラダとおしんこ以外か。え、じゃあ、オサクラダ、ラおサしラん、ダとか卵最か。悪？オクラオクサララサラダ。ダはあれだね。サラダ、てかオクラをサラダに乗せてもらわないといけないから、一手間出るね、工程が。あー、なるほど。で、俺今日ちょっと思ったんだけどさ、ちょっとすき家さんに不満があるんだけど、サラダがあるじゃん。で、サラダにさ、ポテトサラダっていうのを乗せてるやつがあったんだけど、あれちょっとね、どうかと思うんだけど、サラダの種そ子れ言っを、てないじゃないか。あ、そうだった。そうすだっき家た。のサラダは、キャベツと、キャベツ、ブロッコリー、コーンのはずだよ。それにオクラが乗るかどうかだね。俺いつもオクラサラダ頼んでるんだよね。あれ、うまいの？え、いやなんかヘルシーな感じがするんだよね。え、しない？他に、例えばデザート系でこれは楽っていうのは。あ、わかった。予想ついた、予想ついた。アイスとかプリンとか楽でしょ。あれもね、楽だね。だってバ出クがすだ出てけくるだかもんら。ね。冷凍庫、冷蔵庫から出すだけでしょ。え、じゃあ何の工程も発生せん。あれは抹茶なんとかってどうなん？あれだるい。やっぱり？スタバのフラペチーノ的にだるい？あれはね、まじ一人持ってかれる、30秒ぐらい。わかりました。お客さんね。あれは頼むのやめてあげてくださいという。絶対食べてほしい。ということで、大体店員から見て、だるいメニューっていうのが判明しましたねっていう今回。だから、この焼き鳥丼とかカルビ丼とかを単品で頼む人なんか、めっちゃ嬉しいんでしょ。楽、ほんと楽、味噌この人汁がつは。くぐらいだったら OK でしょ、サラダとか。そうね、で、唐揚げって言われたら、ちょっとうんってなる。唐揚げはね、出汁忘れして怒られてるからね。あ、そうね。そう、後から来るよね、あれ、いつも。だって2分ぐらい揚げとけるのよ、油で。はい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 。
あなたも先にその提供するじゃん、ご飯系を。はいはいはい。で、出し忘れみたいなことあるから。俺いつも思うんだけちょっど、あとれ待っ一緒に出してくれたらいいのにと思うのね。やっぱり1分ルール？なるね、それは。ああ、そこはちょっとすき家さんね、融通聞かせてください。ということでね、今回はすき家の店員が語る、すき家の店員的におすすめのメニューを紹介してみましたと。お願いしますはい。ね、皆さん。お願いします。お願いします。では。